はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。ネット給仕のね、一本仕立て枯れてしまいました。まあ、ちょっと緑の部分あるんですけどね、もう花が咲く様子はないので、もう、腰判定ですね。枯れて死んだ判定になります。これがね、ウリハムシの害一番ひどくてね、生育も遅かったんですが、やはり初期生育スムーズにいかないとね、長生きしてくれないようですね。5、60本かな。ちょっとね、家戻ってデータ見ないと分かんないんですけど、まあ多分3本仕立ての半分もならなかったんじゃないかなと思いますけどね。3本仕立てば150本ぐらいいってんのかな今ね。だからまあ、100本ぐらいは行ってほしいかなと思ってたんですけどね。なかなか世の中うまくいきません。まあ今年はね、ちょっと雨が少なくて、キュウリにとってはね、厳しい気候だったんで、しょうがないのかなと思います。はい、キュウリの一本仕立て枯れてしまいました。はい。こんにちは、栃木の竹石農場です。竹石農場がね、種から育てた、トマトなんですが、今年のカラカラ天気でね、だいぶ弱ってしまいました。一応枯れない程度に水はかけてたんで、まあ雨でも降れば復活するかなと思ってね、一応面倒見てたんですが、今見ましたらね、もうほとんど葉っぱが枯れちゃってます。これからちょっと復活は期待できないのかなと思うんですけどね。まあ抜いて捨ててしまっても、その後植えるものがないんで、とりあえず、このままにしておこうかなと思ってます。でもちょっとね、残念でしたね。はい。まあほとんど実は食べることなく枯れてしまいました。ちょっと来年以降の課題ですね。やはり、自分の家で苗仕立てるのは諦めて、ホームセンターから苗買ってきた方がいいのかななんてね、ちょっと後悔してます。はい、トマト枯れてしまいましたという動画でした。